ベトレーニーにお集まりの皆さん、僕たちビッグテクトンライブが始まるよ。知っていても知らないとも最後まで見ててください。盛り上がっていきましょう。You so cute, you
浴衣姿の君 I'm here はもう目の前 My only attention Dead or alive 危うい視線に頭をフル回転マッサージュ That's ever 100% ピンチ切り抜けて白い手ちょっと触れて月浮かぶ空晴れ今がチャンス Peace 笑顔見せて Peace 余裕見せて Peace 男決めろ行くぜ I wish you could on 上旬でが一人を知り料理 Hands on hands 進まない足取り頭の中でリハーサル何度も繰り返し合えるそれきらめき出してその横顔に取れて包み込む懐かせ今がチャンス Peace 手と手重ね Peace 気持ち伝え Peace 男決めろ行くぞ自己紹介させてください。はい、ライムグリーンのイグです。イグちゃん。はい、イエローのリョウチンです。リョウチン。はい、ピンク担当ピーウィです。ピーウィ ー。はい、パープルマネーです。マナヤ。はい、ひだまりオレンジシダックスです。シダックス。ということで以上5人で B2TEX です。皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで始まりましたスーパーノヴァということで、はい、僕たち久々のレニーですね。そうだ ね、 うだ ね、 ね、久々に見た方たちはね、B2TEX 今5人しかいないのって感じだと思うんですけど、マジ今5人しかいなくて、マジ、ね、昨日ね、あのツイッターでもねお知らせがあったんですけど、うん、僕たち B2TEX 新メンバーオーディションが開催されます。イエーイ。
マジ、はいね、すごい、ね、嬉しいことにファンのみんなはさ、うん、全然5人でもいいよみたいな、5人でも全然素敵だよって言ってくださるんですけど、まあさすがにね、はい、僕たちも10年目ということもあって平均年齢が 28.8 歳になりました。誰だよ、上げてんの誰だよ、出てこいよ、出てこいよ、あ上げてるよ、あ今年32、あっ、ああああああ、10年目なのでしょうがないですよね。しょうがないよ、当初ピチピチだったから。そうですよ、そう、ね、だいぶね老舗みたいになってきてるんですけど確かにまあね、じゃあ新メンバーオーディションはね5月いっぱいまで応募できるんですけど、はい、みんなどんなメンバーが欲しいですか。はいはい、ベイビー、僕よりやっぱ年下。おお、今ね最年少で、はい、24歳です。4歳なんですよ、かわいい。でも僕ね調べたんですね、12歳、10歳、8歳、5歳を入れたら平均年齢が19歳になるんです、僕たち。若い、やばくない。押せる押せる、あ、そっちが女性の方、8歳、小学校2年生、だって少年ですね、まあでもね、素敵なメンバーがね、僕たちもね、審査に入って実際会ってみてね、この子合うなってこうね、まあね、あのオタクと繋がんなくて、顔がイケメンだったら誰でもいいです。あと、やまないでいいです。あとそうね、メンタルも強くて、はいはい、ぜひね、新メンバー決まったら楽しみにしててください、はい、それじゃあね、皆さん、例に僕たち鳥ということで最後まで楽しんでいきましょう。じゃあ、イグちゃん盛り上げよろしく。オッケー、皆さん、声が出せないのでペンライトで応援してくださいね。盛り上げる準備できてますか。イエーイ、盛り上げる準備できてますか。イエーイ、盛り上げる準備できてますか。イエーイ、しょー。 OK、 それじゃあ次はこの曲で盛り上がっていきましょう。聴いてください、もやもやラバー。突然だよ、フュージョンウォーション、喉の奥からからまるで砂漠、サウンドと雰囲気も苦しくなる、あの子と目が合うとおかしいんだ、胸が出し飛びハッピーな気分になれば、不意にせずなこみ上げいても立てもいられず、 Every day we are もやもやラバー、もやもやすんでハート止まらない、君とあたあの日から、朝も昼も夜も夢の中でも頭の中に君がいて、僕はずっともやもや、机二つ並べくっつけて、忘れる教科書を見せてもらう、前年にめくる指が身に触れ合って、思わず奇跡やばいんだ、君の影が透けてに浮かれるけど、タイムの時が近づき、いても立ってもいられず、あなたに We are もやもやラブ、もや胸伸びと加速する、君を知れば知るほどに Tell me why なんなんだ、この目には何も見えない、君以外僕はもやもや、揺さぶられ、僕のことどんな風に思ってるの、
ソーシャルディスタンスですからね、最後は。はい、はい、これ僕たち B2TX からお知らせをさせてください。はい、B2TX 次のライブがですね、今週の土曜日、ウィークエンドというイベントに出演させていただきます、はい、場所は新宿スタークレーンさんにて、一部、はい、二部とあって両方とも初めましての方は無料となっているので、はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お待ちしてます。お願いします。待ってます。ありがとうございます。それじゃあね、次の曲で皆さん最後なんですけど、最後の曲はこの曲で盛り上がっていきたいと思います。それでは最後の曲聴いてください。シャナナ、ここにおいで。オーライオーライ、君がこぼした涙かけらが胸を叩いて、あの日見ていた今日を映し出した。ことが感想になるのなら、軽い約束できない、それが正義と決めていたけど、大切どんな時も忘れることなんてないほどにずっと思ってるのに、すぐここにおいで、手を離したらダメ、運命の波は押し寄せて、変わってゆくのは踏み続けたいから、を一緒に泳ごう、シャナナここにおいで、不安になったなら他のやつじゃそうさ埋められない、君が望むな幸せの中、この先も僕を描いて、いつから髪についていた傷つけないためのブロック、本気になることに怯えていた、画面に映る言葉たち裏側を押し量って、自分勝手に怒ってみたり、僕らは一番に信じていた人のことを疑ってしまうから、響かせた夜の一ページは僕が望んだ幸せの中、その先も君がいるから、ここへ来いよ、すぐここにおいで、手を離したらダメ、運命の波は押し寄せて、変わ
スを一緒に泳ごう。幸せの中この先も僕を描いて僕を描いて ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この後終演後特典会があります。なんと初めての方は1枚無料で写メ撮れますので、よかったら気軽に遊びに来てください。はい、それではまたお会いしましょう。はい、以上僕たちは We2Tex でした。ありがとうございました。